おお、封印の祠で化け物を見たそうだな。しかもそやつを追っ払ったそうではないか。と、それどころではなかったな。はじめまして。さっきは助けてくれてありがとうございました。私の名前は静香です。びっくりしちゃいました。あ、静香御前は由緒ある家柄の出でな、たまたまこの鬼ヶ島までおいでになっていたそうだ。静香御前、またどうしてこんなところまで。それはちょっと秘密の用事なんです。まあ将軍家の姫御前ともなれば他言できぬ事情もありましょう。詳しくは追求いたしませんが、この状況での一人歩きはお控えを。何が起こるか分かります。さて、緊急事態ぞ。お主たちが会った化け物だが、奴の姿を私も見た。あやつはおそらく、にわかには信じがたいが、神喰い。そんな、さっきの怪物が神喰いを知っているか。神喰いというのは恐ろしい古代の怪物です。大昔に突如地上に現れ、神々と人間に牙を剥き、討伐されたと文献で読んだことがあります。強力なものは倒すことかなわず、やむなく封印したとか。その一帯が鬼ヶ島に封印されているという言い伝えがあってな。いや、まさか。ほっと、笑っている場合ではない。そこで一仕事頼まれてはくれぬか。神喰いの出す容器に当てられた妖怪たちが騒ぎ出せばこの島も危ない。そうなる前に一刻も早く壊された祠の封印を修復してきてほしいのだ。すまないが、私は神喰いで動揺している町の皆を落ち着かせねばならない。まったく。喜一さん、その封印修復のお仕事は。なんと、お気は確かか、静香御前。そんな危険な場所に一人で行かせられないですよ。さっきは守ってもらったから、今度は私が守る番です。いや、まあ一緒なら滅多なことで姫を危険に遭わすこともないだろう。私だってちゃんと自分で自分の身ぐらい守りますよ。は、仰せの通りでありますな。それでは手助けよろしく頼みましたぞ。神喰いの封印は屋敷の東にある鬼ヶ島修験場のさらに奥にある。まあいつも鍛錬で言っているから大丈夫。気をつけて行ってまいれよ。そうだ、この勾玉を持っていくがよい。勾玉は己の防御を高めてくれる重要。よろしくお願いします。私少しでもお役に立てるよう頑張ります。